今日はですね、ひょっとしたらちょっとこの流れに乗ってしまったメッセージかもしれませんけれども、流れに乗るって変ですけども、まあニュースでやっぱり聞こえてくるわけです。いろんな声が、皆さんもいろんな声聞こえてくると思うんです。何が聞こえてくるでしょうか。例えば不要不急の外出とかね、もう不要不急の外出、不要不急の外出、3密ってよく聞こえると思います。でも最近全世界で共通して流行ってる言葉が何かっていうと、すごくいい言葉なんです。何かっていうと、ステイホームっていうやつです。聞いたことありますか、ステイホーム。不要不急の外出よりかはいいと思います。用がなかったら外に出るなってやつですね、不要不急の外出は。でも用がなかったら外に出るなよりもステイホームしましょうって、もうみんなも聞き飽きたかもしれませんけども、ステイホームステイホーム。でニュースで東京のですね、小池都知事さんが言ってた言葉があるんですね。特に今週ゴールデンウィークの今週ですね、まあ、このように小池さんがおっしゃってました。さてそこで大型連休、これを前にしまして、今年は違う取り組みをしなければならない。4月25日から5月6日までこの12日間、命を守るステイホーム習慣といたしますと。これ小池都知事のニュースをそのままコピーペーストしたんですけども、ステイホーム、お家にいましょう。ステイイン東京、東京にいましょう。まあ、私たちは高松か、まあ、なんでそれぞれ、まあ、三木町でもいいんですけども、またセーブライフ、命を救いましょう。まあこのですね、言葉を聞いたときに、ステイホーム、ステイ東京、そしてセーブライフって言ったときに、神様が、まあ私自身に、まあ、語りかけられたことがあります。セーブライフ、私たちが家にいることで、もちろんこの自分の命やまた愛する人の命を守ることもあるんですけれども、でも命、私たちに命を与え、命を救ってくださる方は私たちではなくてイエス様だと。アメン。ニューヨークの市長が言いました。今感染が減ってきていると。あ、そうですね、ありがとうございます、忘れてました。はい、後ろの方、また横もですね、一度換気したいと思いますね。換気しながらね、ちょっと寒いかもしれませんけども、はい、まあこちらももしあったらいいですよ、一回開けてね。で、今私たちが、まあ、消毒をしたり、また換気をしたり、またマスクをしたり手洗いをしたりするのは、これは、まあ、自分の命を救うためではなくてですね、誰かの命をですね、人の命を救うためですよね。まあ、そういうことで、まあ、一般の人たちもセーブライフということを言っています。まあ、感謝のことに、まあ、香川県この2週間ほどですね、ステイホームということをうまく、まあ、やってきたんでしょうか。まあ、感染者が いてないんですね、2週間いないんですよ。まあ、それは、まあ、感謝なことです。ただ、まあ、この時期自分に移らないということじゃなくて、ひょっとしたら私たちは健康で元気で無症状の感染者かもしれないとですね、時々あります。インフルエンザになっても全然熱も出なかったわ、でも測ってみたらインフルエンザになったってことありますね。だからまあ誰かの命を救うために、まあひょっとしたら免疫が低下して弱ってる、もうね、ジェイゴみたいにもうシックスパックじゃない、鍛えてない人とかいたらですね、もう鍛えてる人は大丈夫ですよ、もう本当にね、鍛えてる人はもう全然大丈夫かもしれない、免疫があって。でも誰かの命を救うために、まあこのステイホームしましょう、ねまあ、手洗い、うがいをしましょう、マスクをしましょうという呼びかけをしています。
で、そしてですね、まあ、香川県のホームページを調べました、高松市のホームページを調べたんですけども、まあ、東京都と一緒で、自粛の要請になっている場所いろいろあるんです。レストランダメですよとか、で東京、まあ、ニュースで見たんですけど、ゴルフの打ちっぱなしは大丈夫みたいですね。それは要請はされてないと。でいろんなレストランもダメですよ、カラオケもちろんダメですよ、ね、バーとかそういったところもダメですよ、自粛要請。なんとこの今週、皆さん私たちはうどん屋さんに、ほとんどのうどん屋さん行けないんですね。まあ、うどん大好きな人は本当にショックだと思いますけども、あとですね、神社とお寺と教会は自粛要請にならないそうなんですね。なってないです。でも3つの密を避けるために、まあ、日本中の世界、まあ、日本に関してはそうですね、自粛要請というところで、しかも教会は、神社とお寺と教会は自粛要請にも当たらない、そういう中で、ですね、多くの方々が、教会が、まあ、自主的に教会の礼拝をクローズしています。海外の場合は絶対集まっていけませんっていうふうに命令ですね、自粛の命令が下されてクローズしています。日本はそういう法律そこまで出してないんです。またできないそういう法的なこともあります。また、すみません、ちょっと聖書の話ではないんですけども、まあ、憲法のですね、20条っていうのをまた見てみてください。憲法の20条には信教の自由っていうのがあるんですね。国は私たちが礼拝すること、礼拝を止めることができないっていう法律があるんです。これは日本の、まあ、すごいスペシャルな法律なんですね。それは戦後その法律が出来上がった。また国は ある特定の宗教を宗教すること、また礼拝すること、拝むことを国は強制できないという法律もできたんですね。まあ、これが信教の自由と言いますけども、まあ、そのような法律があるので、私たちは自由に、自由意志で、礼拝することもしないことも選べるんです。私たちは命を救うためにますますステイホームをしたいと思います。しかし、本当の意味で私たちはステイホームしなければならないのは何かというと、今日はこういうメッセージです。キリストにとどまるということです。ステイホーム、そしてステイジーザス、ね、じゃあ隣の人に言ってみましょう。ステイホーム、ステイジーザス言ってみましょう。はい、ステイホーム、ステイジーザス。もちろん私たちはこのですね、大阪に例えば今出かけても何もないですから、行く本当に不要不急のあれよ、ね、用事で大阪に行くことはないと思います。行って帰ってきて、また東京に行って帰ってきて感染するようなことがよくあるそうです。でもこの時期セーブライフって言った時に、小池都知事が、まあ、この命を救いましょう、そしてニューヨークの市長が言いました、この感染者がこれだけ減ってきたのは、市長言ったんです、神でもない、その信仰でもない、祈りでもない、と、神でもないと、私たちが努力したから感染者が減っていったんだと、命が救われていったんだということを言っています。まあ実際そうかもしれません。ロックダウンしか今のところ方法が見つからない、注射もできない、ワクチンもない。でも私たちの本当の命を救ってくださるのはイエス様であることを感謝します。アメン。ステイホーム、ステイジーザス、キリストにとどまる。こういう時だからこそ私たちは主の家にとどまりたいと思うんです。アメン。でこれはまあもちろん物理的にこの教会に集まって祈ることもとてもスペシャルだと思いますけども、もし今インターネットで見てる兄弟姉妹、そこで礼拝している兄弟姉妹も、その私たち一人一人のお家が主の家となるように祈っていただきたいんです。この教会でも主の家、それは何かというと、私たちが主の家というのは主がおられる場所、主が住んでおられる場所、
主がおられる臨在から私たちが離れないということです。アメン。詩編の27編の4節、あまりにも有名な御言葉ですけども、サルムで合ってますか？合ってますか？いつもこの発音が。詩編の、27編の4節。すみません、しばらくレジュメなど作ってないので、あれですけども、申し訳ないですけども、聖書をですね、ご自分の聖書を開くですね、習慣というか訓練をこの時期につけられたらいいかもしれませんけども、詩編の27編4節の御言葉、とても有名な御言葉です。一緒に読んでいきたいと思います。詩編の27編の4節、はい。私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている。私の命の火の鍵、主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ、その宮で思いにふける、そのために。アメン。ダビデは一つのことを主に願った、それは主の家に住むことを願ったと。私たちも何を優先していくのか、今実際的なステイホームであったり、またマスクであったり、手洗いうがいであったり、またこの換気であったり、私たちの健康を守ることは、これはですね、本当に、大切なことですけども、でも私たちの本当にこの命や喜びを与えるものっていうのは、平安を与えるものっていうのは、それをしたから、ロックダウンしたから、本当にステイホームしたら得られるかっていうと、得られないんです。多くの方々が、全世界の方もそうです、もうロックダウンしてステイホームして、逆にストレスが溜まってるんです。もういい加減にしてくれと。まだこの日本はいい方だと思います。日本のスタイルっていうのは、世界を見ても本当に世界から非難されるぐらい大丈夫かっていう自粛要請です。それぞれに任されてるところもあるんです。自由に出ることもできるし、罰則や何か、すいません、残念ながらフィリピンの、大統領は外に出たら撃ち殺すっていうね、いうことを言ってました。そういうことは日本ではないんです。フィリピンは出たら殺しますよ、撃ち殺しますよまで言われて、そのニュースを見てちょっとびっくりしたんですけども、いろいろな罰金があったり、でも日本のスタイルっていうのは、自粛要請それぞれで、頑張ってステイホームしましょう。ウイルスからは守られるかもしれないですけども、でも私たちの心に平安とか愛とか喜び、そして命っていうものは得られるかっていうと、それでは得られない。海外のロックダウンを見ると、多くの人たちがもう本当にですね、ストレスが溜まってですね、今もういろんな DV であったり、いろんな問題が全世界で起きているそうです。日本の中でもあります。強盗なども増えているそうです。アメリカ在住のそのクリスチャンの方からメールが来ました。本当に今、クリスチャンもそうじゃない方も、家族が震われ、そして本当にこの暴力があり、犯罪が起こり、そして本当にこの教会も牧師もクリスチャンたちも信仰が震われていると。医療関係、またニューヨークでそのお医者さんをしている人も何人か友達でいると。もうそういう人たちはもう死に物狂いで医療に携わっているということを聞きました。ぜひ祈ってくださいということでしたけれども、私たちはこのロックダウンしてある程度この肉の命は守られるかもしれない。でも霊的な命、また平安、喜びっていうのは、それによっては得られないんです。私たちはステイホーム、主の家にとどまるときに、私たちが本来得ることができる本当の命を得ることができます。アメン。ステイホーム、セーブライフって小池都知事のそのニュースを聞いたときに、いや、私たちの命を救ってくださる方はイエス様だと、アメン、そういう思いが同時に来ました。今この時期、私たちはもうただですね、もう
まあ、どういう気持ちで過ごすかっていうのでもすごく変わると思うんです。この時期を本当に楽しいステイホーム習慣とするのか、それとももう不要不急の外出ができない本当につまらない日とするのかは私たちの信仰次第となるんですね。外に出られないというふうにするのか、それとも家にステイすることができると受け取るのか。教会の働きもそうです、クリスチャンの働きもそうです。ロボ伝道に行けない、シェリーちゃんが叫んでるかもしれません。あかもしれませんまあ分かりません。まあでもそうやって言ってる人たちもいます。ロボ伝道したけどできないって、うちでもそういう声が聞こえてきます。まあでもちょっと今の時期はちょっと無理でしょうとね。もう人々にもう余計嫌われてしまうと思います。トラック持ってこれって持っていったらですね、ああってなっちゃうと思います。また例えばユースキャンプとかですね、ユースの内観ミニストリーとか、今日本中の世界中の多分ユースキャンプは全部やってないでしょう。まああれもやりたかった、こういうのもやりたかった。また、まあ、僕も参加する予定だったんですけど、5月のなんか選挙フェスタとか、本当は来週は慎吾先生が来られて青年選挙大会があって、でそして何ですかね、まあ教会でも特別集会やる予定だったんです。6月か7月には東京なんとか集会ですね、名前がすいません、プレイズインなんとかプレイズ東京、あすいません忘れましたけども、そういう集会の、東京プレイズですかね、もう、まあ、行く予定だったんですけど全部キャンセルになったんです。わあいう大きな集会やれたけどできない。まあ個人的にもあったでしょう、ゴールデンウィークはこれをして、そしてまあこの夏にはこのようにしてとかいろいろ計画をしてると思います。でも全部できなくなっていますけども、この時期をああ大変だと残念になって本当にピンチをピンチとして受け入れてもう失望するのではなくて、この時期をチャンスとしたいと思います。それ何かというと、キリストにとどまることを学ぶシーズンだと思うんですね。外に出て行って何かミニストリーすることもいいでしょう。今ぜひ、まあ、DK からも CD が送られてきたんですけども、クリスチャンのアーティストの人たちも今本当に生活が大変だと思います。またそういう働きをしている方々たくさんね、本当に大変だと思う。ステイホームしてますから外で、賛美の働きはできません。まあ、CD 送られてきたので、まあ、応援のつもりでですね、CD を買ってくださったらいいかなと思いますけども、でも全ての働き、全てのミニストリーがストップさせられる。教会もロボ伝道もできない、キャンプもできない、あれもこれもできない、慎吾先生も来てないし特別集会できない。でもそれは皆さん否定的に捉えるのか肯定的に捉えるのか全然違います。私たちはこの時を感謝したいと思います。この時をますますステイホームする、本当に主の家にとどまる、キリストにとどまるとは何であるのか、本当の礼拝とは何であるのか、本当の悔い改めとは何であるのか、そのことを本当に、まあ、見つめ直すというか、私たちの信仰や祈りがまた本当に変えられる、そういう良い機会としたいと思います。私たちに何かできることが必ずあるはずです。できることもある、そしてしなくてもいいこともたくさんある。今回ひょっとしたらしなくてもいいことが全部止められて、あれもできない、これもできない、不要不急の外出できない、これもしたいけどできない、でもそれが止められたことによってステイホーム、とどまりなさい、ね、何もできないんであればそこで私たちはとどまってストップしてですね、全てを置いて霊的なステイホーム、ステイジーザスをしていきたいと思います。とどまって主を慕い求める、礼拝する、今こそ私たちができることがあるはずです。多くの人がこの時期、まあ、ひょっとしたら世の中では、まあ、もっとなんかその大体はそのよくテレビで言うのはご飯を作るようになりましたとかですね、今まで一回もご飯作ったことない人がご飯作るようになりましたとかですね、そういうことをよく言っています。でもこの時期ぜひ
神様を慕い求めましょう。アメン。私は命の日の限り慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょうと言ったのは23編の6節ですよね。ダビデの願いは主の家に住まうことだったんです。苦しみの時もピンチの時もどんな時にも主の臨在がどれだけ私に影響があるのかということを知っていたんです。神様がくださる愛というものがあります。神様がくださる平安というものがあります。それは主につながる時にヨハネの15章にあります。主はブドウの木であって私たちは枝です。でもブドウの木から離れてしまったら私たちは何もすることができないと。でもブドウの木であるイエス様につながる時に私たちは豊かな実が結ばれると書いてあります。その豊かな実とは何でしょうか。それは私たち本来人間が必要としている命です。命です。御霊は私たちに命を与えてください。そして平安を与えてください。 Stay in、 ちょっと英語間違ってたら申し訳ないですけども、 Stay in the house of the Lord、ね、Stay in the house of the LordAll the days of my life. Amen. Amen. 命の日の限り私は主の家にステイすることを求めます。 Amen. ダビデは立派な宮殿があったのに、ダビデはその宮殿に住むことよりも主の家に住みたい。ダビデがやったのは、まあ、その時は神殿がなかったので神殿で礼拝ではなくて、もう礼拝したいって言っても幕屋をテントを作って、そこに契約の箱を置いて、そこに賛美者たちを連れてきて賛美したんですね。皆さんもご存知のようにハレルヤっていう言葉は詩編で初めて登場しました。聖書の中に詩編と黙示録だけにハレルヤっていう言葉があります。こういうシーズンだからますますハレルヤ、主を賛美したいと思います。アメン。自分の家立派な宮殿があった、あけれどもダビデはそこよりも、そこよりも私は主の家に住まいたい、命の日の限りと言ったんです。あ、もちろんこの23編、まだですね、27編ですね、まあこの時期っていうのはですね、またそれぞれ、まあ、時系列はいろいろあるんですけども、まあ、苦しみの時も荒野の時もダビデは本当にこの家があってもなくてもとにかく主の家に住むことを彼は求めていました。詩編の92編にはこのように書いてあります。詩編の92編13節、開ける方で開いていきましょう。詩編の92編の12節から14節まで読める方で詩編でいきましょう。詩編の92編の12から14、詩編の92編の12から14、はい。正しいものは夏目足の木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。アメン。主の家に植えられるシーズンとしたいと思います。アメン。もし私たちが教会というこの物理的なこの教会堂の中に来れないことがあったとしても、また今インターネットで見てる兄弟姉妹ですね、祝福したいと思いますけども、先ほども言いました、私たちは主が臨在されるところから離れてはいけないんです。今全世界の礼拝がストップさせられ、この間聞いたらですね、ある教団はこの聖餐式はこのインターネットではしないようにということで延期をですね決めた、そういう教会のグループもあります。となるとしばらくこの聖餐式もできない、しばらくもう礼拝もできない、集まって礼拝できない、私たちの信仰はどうなるでしょうか。私たちの信仰が
本当に命を失わないように、家であったとしてもどこであったとしても、このシーズンですね、ますます主の臨在を覚えたいと思います。アメン。イエス様から離れないでいたいと思います。アメン。もうシンプルにイエス様から離れない、キリストにとどまる、どうしたらいいでしょうか。皆さんぜひ考えてみてください。キリストにとどまるためにはどうしたらいいのか、どのようにしたら主の家にとどまり続けることができるのか、ぜひお家に帰ってトイレの中で、お風呂の中で考えてみてください。聖書を読みながら考えてみてください。でもシンプルな方法はあります。それは祈ることです。家でも祈るんです。キッチンでも祈るんです。職場でも祈るんです。どこでも祈るんです。祈ることを通して私たちはキリストにとどまることができます。ヨハネの15章にありますけども、ブドウの木であるイエス様につながっていく、とどまるということは祈ることでもあります。もし私たちがこういうロックダウンとか、ステイホームっていうこの習慣の時に祈ることをストップさせてしまうのであれば、私たちはキリストから、臨在から、主が住まわれる家から一歩一歩離れてしまう。祈らないと、まあ、ある人は言いました、祈りは呼吸のようだと言いました。呼吸しなくなりますから、私たちの実際の、ね、心臓は動いてます、動いてますよね。心臓動いて息をしてますよね。今この中で息をしてない人っていないと思いますね。息してませんって言ってもね、1分ぐらいでしょう、頑張って息できない。でも、まあ、マザーテレサも言いましたけども、私が5分もイエス様に祈らなかったって、まあ、彼女はそういう表現しましたけども、もう窒息死しますって言ったんです。これは霊的な窒息のことは言っています。主が私たちのオキシジャンって言うんですか、合ってますか、酸素、オキシジャンじゃなくて酸素ね。主は私たちの酸素であり、主は私たちの命であるんですね。キリストから離れてしまうんだれば、私たちは何も身を結べない。ぜひ祈ることをやめないでいただきたいと思います。でも祈るためにはどうしたらいいのかっていうことをぜひ考えてみてください。このステイホーム期間、時間があるかもしれません。時間があります。その時間、ご飯を、新しいご飯作ったり、スイーツを作ったり、ね、それが流行っていますけども、新しいスイーツを作ってください、ね、ぜひ作ったら山川家まで届けてもらいたいものですし、はい、僕も欲しいですけども、ね、でもこの時期時間があるから、じゃあキリストにとどまるとは、祈りによって主から恵みをいただく、それはどうしたらいいのか、ぜひ祈ってみてください。あなたなりに神様が示してくださることがあるはずなんです。そしてヨハネの15章を見ると、私の言葉にとどまるのであればとも書いてあります。だから祈りと御言葉、そのことによってキリストにとどまることができるんです。じゃあ御言葉から離れないってどういうことなのか、ぜひ皆さんも考えてみてください。ある人はじゃあもう一日一章でも読んだらわーって言って読む、それも素晴らしいです。もうただ朗読することだけも素晴らしいです。あとは何でしょうか、ディボーションもいいと思います。もうただ読むだけじゃなくて、このところから今日私はどのように生きるべきですかっていうことを、ディボーションの読み方を通して読んでいく。そして御言葉にとどまるっていうのは、御言葉を行ってみるっていうこと、守りを行う、実際に感謝してみる、許してみる。皆さん、御言葉っていうのは、先ほどもありましたロゴスとレーマってあります。まあ誰もが知っている御言葉、共通して語られている御言葉もあります。ロゴスとして、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさい。これは誰もがいつでも実践できる御言葉です。でも同時にレーマとして語られる、あなたに語られる主の御言葉があります。あなたがしなければならない主の命令があります。それが例えば家族のために祈りなさいということかもしれません。それがあなたの中にこの許さないといけない人がいますよ、許しなさいということかもしれません。
またあなたの中にこのような偶像がありますよ、そのことを悔い改めなさいということかもしれません。私たちはその主によって語られる霊魔としての御言葉を受け取っていきたいと思うんです。そのためにはディボーション、まあディボーションというのは朝静まって、また夜静まって主の御言葉を読む中で、神様が私たちの霊に語られる、心に語られる御言葉が必ずあるはずです。日曜日語られる御言葉も、まあ、教会で共通した御言葉として感謝して受け取っていきたいと思うんですね。ステイホーム、ステイジーザスするためにはどうしたらいいのか、主の家に住まうというけれども、キリストにとどまるというけれども、それはどのようにしたらいいのかということをぜひ皆さんも祈っていただきたいと思います。祈りとそして御言葉、礼拝の生活、礼拝です。礼拝を、もし神の民が礼拝をしなくなってしまったら、それは神の民でなくなってしまう。イスラエルの民は礼拝の民だったんです。イスラエルの民は臨在から離れては何もできないものたちだったんです。ダビデもそうだったんです。いつも臨在と共にあった。そのためには CD をつけることかもしれない。そのためには何か走る時もですね、本当にこの礼拝の御言葉を聞いて、走ることかもしれません。私たちはますますですね、神様のまた御霊に満たされていきたいと思うんですね。祈りと御言葉と礼拝、そして聖霊です。じゃあ共に宣言しましょう。祈りと祈りと御言葉と御言葉と礼拝と礼拝と聖霊です。聖霊です。アメン、アメン。もうすぐペンテコステのをですね、記念する礼拝、聖霊が下ってきた、そのことを記念する礼拝があります。ぜひこの時期ですね、私たちは使徒の働きの1章4節開きましょう。使徒の働きの1章の4節5節、私たちはステイインホームですけども、エルサレムを離れないで書いてあります。使徒の働きの1章の4節、使徒の働きの1章の4節読める方で一緒に読んでいきましょう。はい。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。アメン。5節も読んでいきましょう。はい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。アメン。私たちが何かこの本当に打ち破って突破して、いろんなミニストリー、いろんな働きをして、アウトリーチに出かけていろいろですねしていくシーズンもあると思います。でもそれができなくされているときは、私たちはとどまって死を待ち望んでいきたいと思います。エルサレムから離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいと、そのように言われたけども、弟子たちはすぐに、この6節見ると分かるんですけども、早くイスラエルのために国を再興してくださいと言うんです。これ6節にそうやって書いてありますよね。早くこの国を立て直してくださいって言った人たちもいるんです。でもいつかどんな時かはあなた方は知らなくてもいいんですと、7節イエス様に言われます。10節11節を見ますと、イエス様が天に上げられていったときに、イエスが登っていかれるとき、10節、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼のそばに立っていた。そしてこう言った、ガリアの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまでまたおいでになります。見上げて突っ立ってるんじゃなくて、ぼーっとしてるんじゃなくて、イエス様が言われたお言葉があるでしょ、まずあなた方はそれをしなさい。彼らがするべきことは、
エルサレムから離れないで父の約束を待つことでした。アメン。私たちもひょっとしたらこのシーズン、キリストにとどまり、祈り、御言葉の生活をし、礼拝し、聖霊を待ち望んで、今まで聖霊に満たされてきたかもしれない。でも、もっと深く主と交わっていく。祈りも御言葉も礼拝もそうです。聖霊様もそうです。すべて主との交わりのために、主ともっと深くなるために必要なことです。アメン。もっと私たちが、そして主の命と力で満ち溢れるために、そのすべてが必要なんですよ。アメン。Save life。 命を救う。私たちがステイホームするときに、主にとどまるときに、私たちもまた多くの人たちの命を救うことができます。アメン。あなたを通して、あなたが聖霊に満たされて、また出ていくときに、マスクを持ってトラクトを持って出ていくときに、またあなたを通して、本当にそのあなたの家族が救われていくようになることを祝福します。もうキリストの香りがもう溢れてくる。主の喜びが本当に溢れてくる。もう溢れるほどに、人々に分け与えることができるほどに、私たちが神様の愛と命と祝福で満たされることを宣言します。牧師こそリバイバルを止めてはいけないということをですね、水曜日木曜日に学んでます。そうなんです。私がリバイバルを止めることがないようにぜひ祈ってください。結構牧師の責任って大きいです。ぜひ皆さんも祈ってください。私のためにも祈ってください。そして皆さんも祈ってください。この使徒の働きに書いてあるように、彼らが聖霊に満たされていった時に、彼らは地の果てまで主の証人となってきました。アメン。そして彼らは、私には金銀はないが、私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさい、そのように御業を成してきました。私たちを通して奇跡が、癒しが行われることを宣言します。アメン。ちょっと調べたんですけども、この初代教会の時代、まあ皆さんご存知で、紀元70年エルサレムは滅ぼされて、あのヘロデの神殿も滅ぼされて、ローマ兵によって滅ぼされて、そしてユダヤ人たちはもうまた全世界に散らされていきました。マサダっていうところで、天空の城っていうところで、そこで籠城してですね、そこであの本当にこの命を守ったっていうことも書いてあります。でも結局彼らも70年80年ぐらいの時に、もうそのマサダっていうところも攻め取られて、ユダヤ人は全員自決したそうなんですね。960名ぐらいのユダヤ人はそこで、自決したそうなんです。まあそういうことがありました。でもその後、パウロが蒔いた種、どんどん実っていって、ローマがイタリアが主のものと変えられていったんですよ。ネロ帝やなんとか帝や、いろんな皇帝の迫害があって、そういう中で皆さんも知ってると思います。クオバディスって映画を見たら分かります。子供たちも女性たちもキリスト者っていうことで、このコロセアムに投げ込まれて、彼らはライオンの餌食になったり、本当に大変だったんですね。そういうことが実際にありました。それでもクリスチャン、キリスト者たちは喜びながら、感謝しながら歩んでいった。そしてまあ、大体この300年の間に、ローマが、313年コンスタンティヌス帝の時にローマが国教化するわけです、ね。まあ、それは国教化はいろんな評価があります。その後教会は堕落していったんですけども、しかしそれまでクリスチャンがどんどん増えていく中で、なんと2回も大きなパンデミックがあったそうです。ウイルス、疫病、ローマの市民の3分の1が、4分の1がもうバタバタバタと倒れて死んでいったと。なんとその中で輝いていた人たちはクリスチャンだったんです。そういう時に喜んでいたのはクリスチャンだったんです。そのシーズン、もう多くの人が、いやもう怖かった、もう1日に5000人の人が1日で倒れるようなこともその時期あったそうです。2回大きなパンデミックがあった。300年の、200年ぐらいの間でしょうか、2、300年の間に。私たちも次また大きなパンデミックが
世界的な感染がいつ起こるか分かりません。こういう時私たちはステイホーム、失望する習慣、失望する期間ではなくて、ステイホーム、ステイジーザス、イエス様にとどまってますます輝いていくシーズンにしたいと思います。見えないから恐れてる、薬がないから恐れてる、ワクチンがないから恐れてる。でも私たちは死を恐れ、癒してくださる死を覚えていきたいと思います。そのシーズン、多くのクリスチャンたちがその感染した人たちを助けたりしたそうです。そして多くの癒しもあっただろうということも言われています。イエス様も雷病の人、サラートに侵された人のところに行って、私の心が清くなれと言ったんです。もちろん今私たちは、じゃああそこの病院に感染者がいるかもしれないから行って祈りなさいということはもちろんすぐにはできないかもしれません。でもイエス様は感染病で感染している人のところに行って癒しをなされたんです。パウロたちもそのような人たちのところに行って癒しをなされたんです。イエス様の時代もパウロたちの時代も疫病やいろんな感染病はあったんです。レビ記にも書いてあります。でもそこで癒しが行われてきました。私たちは天を見上げて、イエス様いつ帰ってくるのかなと、ただ突っ立ってるだけじゃなくて、私たちは父の約束を待ちたいと思います。アメン。聖霊で満たされることを共に求めていきたいと思います。アメン。私たちの中に神の国が継続して本当にこのとどまるように、 Stay in Kingdom、 神の御国にとどまり続ける、神の御国を相続するものとして、皆さん神の国は義と平和と聖霊の喜びです。アメン。皆さんのうちにも神の御国がとどまりますように。アメン。私たちの命はイエス様にあります。アメン。キリストにとどまる、とどまるっていう言葉はギリシャ語でメノっていう言葉ですけども、他の言い方すればつながるっていう意味もあります。私たちは命の源泉はどこであるのか、そこにつながらなければ私たちはそこからライフラインを引くことはできません。水がどこから来ているのか私たち調べて、そこにちゃんと水道管つけないとですね、水が、命がやってこないんです。イエス様につながっていきたいと思います。アメン。皆さんの近くにいつも御言葉がありますか。アメン。皆さんの近くに、家には祈りがありますか。アメン。賛美が家にありますか。アメン。アカペラでもいいです。ぜひ賛美してください。うまい下手は関係ないです。ぜひ賛美して祈ってください。アメン。時間がない時でもできたら5分でもいいです。毎日ぜひディボーションを続けてください。開かなくてもいいんですけども、黙示録見るとですね、都の中央、黙示録22章には命の木っていうのがあったんです。そしてこの川の両岸には命の木があって、毎月実が結ばれていったんです。エゼキエル書の書いてある全てのものが生きる、そういうですね、川が流れていました。私たちはその水路のそばに上わった木のようであることを感謝します。詩篇の一編にあるように、水路のそばに上わった木は時が来たら実がなります。何をしても栄えます。アメン。昼も夜も主の御言葉を口ずさむ者は何をしても栄えるようになっていきます。アメン。イエス様は言いました。ヨハネの8章の31節に、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子ですって言われました。御言葉にとどまるの、これはヨハネの8章31節。また後でよかったらヨハネの15章のブドウの木のことも読んでおいて、まあ有名ですが皆さん知ってると思いますけども、私にとどまりなさいと、私はあなた方、そうすれば私もあなたの中にとどまります。枝がブドウの木についてなければ枝だけでは実を結ぶことはできませんと。そして今読んだのはヨハネの8章の31節、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。御言葉にとどまりましょう。神様の愛の中にとどまりましょう。ヨハネの15章9節には、私の愛の中にとどまりなさい、
ヨハネ15章10節には戒めを守るんであればそれはあなた方は私の愛にとどまるのですと言われました。今日私たちはイエス様にとどまるステイホーム、死の臨在の家にとどまっていきたいと思います。それが家であったとしてもどこであったとしてもそこが死の宮となるように、そこが死の家となるように祈りましょう。そして、まあ、家が難しかったら、ね、今ハレアチたちもなんとか信仰でやっています。蒼天もあります。蒼天祈祷会があり金曜礼拝があって日曜日礼拝もしています。また祈りの家は24時間オープンしてますのでいつでも来て祈ることもできます。自分は 家でも祈るんですけども、どちらかというとソファでぐだっとしちゃうのでまあ、教会に来て、まあ、そういう整列する時間を持っています。家にソファーがあると厄介ですね。もう大体こうなってですね、でこうなってくるんですね。で、iPhone ずっと見てですね、あーって見ちゃうね。時間が1時間ぐらいあっという間に過ぎてしまうと。ですので、そうなってしまう自分がいるの分かっているので、まあ、教会に来て、祈ります。まあ、ですから、この日曜日この時間に礼拝があるということも、本当にある面、私たちを守って、守られるんですね。私たちが礼拝を守っているというよりか、この礼拝が私たちの命や信仰を守っているんです。まあ、ステイホーム、セーブライフという言葉を聞いたときに、私はですね、思いました。私たちこそ、主の家にとどまらないといけない。御言葉にとどまらなければならない。キリストにつながり続けないといけない。とどまるっていうのは、キリストにつながるっていうこと。御言葉がいつもあなたのそばにありますように、祈りがいつもあなたのそばにありますように、祝福します。一言祈りします。イエス様ありがとうございます。私はいつまでも主の家に住まうことを、そのことを願うと、ワンセイン、一つのことを主に願った、主の家に住まうことです。またエルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。今、全世界、日本中でも命を守るステイホーム習慣と、私たちはこの休みのゴールデンウィークの時期、特に家にとどまる時間が多いですけども、この時期だからこそ、ますますキリストにとどまるとはどういうことであるのか考えるとき、また実践するときとさせてください。一人一人に祈りが充実するためにはどうしたらいいのか、どうぞ知恵を与えてください。また一人一人御言葉にとどまるためにはどのようにしたらいいのか、知恵を与えてください。一節からでもいい御言葉を朗読することができますように、5分でもいい祈りながら、今日この御言葉から私がすることはどのようなことでしょうかと、ディボーションの呼び方をすることができますように、また下手でもいい、アカペラでもいい、家で賛美することができますように、教会で賛美することができますように、そして今よりも明日よりも明後日、私たちはますます主の霊で満たされていきますように、権力によらず能力によらず私の霊によると、我が霊によるなりと言われる主の霊で私たちを満たしてください。多くの人が不安に思っている時期、私たちを通して一人でも多くの人に喜びや感謝や本当の命を、キリストの素晴らしさを伝えることができますように助けてください。輝いていくことができますように、主にあって輝くことができますように助けてください。また今家庭で祈っている礼拝して兄弟姉妹のうちに、神様どうぞあなたの聖霊充満の恵みが豊かに注がれますように。イエス様皆でお祈りします。アメン。だから聖餐の時を待ちたいと思います。またじゃあテレキさんと、じゃあのりちゃん、すいません、こちらの方に持ってきていただきたいと思います。主の食卓賛美を共に捧げていきたいと思います。
まずですね、一節一緒に賛美しましょう。主の食卓で憐れみあふれる。感謝を持って、祈りを持って、また悔い改めを持って主の御前に出てきたいと思います。もしふさわしくないまでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになりますと。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさいとあります。今告白しましょう。私の知っていた犯した罪、知らないで犯した罪を主許してください。大腸に一緒にあります。私たちが口で言い表すのであれば、全ての罪は血によって許されます。そして今日はですね、先月洗礼を受けられたですね、藤井亮君は今日このぜひ聖餐式に共に扱っていただきたいと思います。そしてですね、洗礼を受けられてない方もしおられたらですね、早く洗礼を共に受けて、洗礼を受けて次の聖餐に共に扱いたいと思います。それでは賛美をしながら、まあ、パンとジュースを配りたいと思います。憐れみあふれる賛美しましょう。
私はしっかり受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げた後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。ぜひですね、まあ、パンと、ジュースを取っていただいて、パンをお取りください。このパンはですね、まあ、普通のもちろん食パンですけども、この食べるときに覚えましょう。イエス様の十字架の犠牲は私の罪のためであった。でもこの食するときに主の命が私の命であると。この時期キリストにとどまるもう一つの方法は聖餐です。聖餐式をすることを通して私たちはキリストのうちにとどまり続けることができます。今パンを取って感謝していただきたいと思います。これはキリストの体です。イエス様の命です。アメン。言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むために死が来られるまで死の死を告げ知らせるのです。この杯は私の血による新しい契約です。御子イエスの血は私たちの全ての罪を許し清めてくださいます。私たちが信じるときにその通りになることを感謝します。私たちの言い争うすべての罪は許されることを感謝します。今感謝していただきましょう。アメン。主の癒しが私たちのうちに流れていることを今信じましょう。主の奇跡が私の人生と私の家庭に流れてくることを信じましょう。主の許しと癒しが今私の中に入ってくることを信じましょう。主の命が私たちのうちに流れてくることを今受け取っていきましょう。聖餐を通してキリストにとどまり続けることができますよ。キリストにつながり続けることができますよ。もうあなたの罪を思い出さないと、あなたの不法を思い出さないと、あなたの罪を許された、そのように主が宣言してくださることを感謝します。共に宣言しましょう。私の罪は許されました。はい。私の罪は許されました。私は神の子供です。はい。私は神の子供です。私の国籍は天にあります。はい。私の国籍は天にあります。アメン。私たちは神の家族です。はい。私たちは神の家族です。アメン。私のものはすべて主のものです。はい。私のものはすべて主のものです。主の命が私のものです。はい。主の命が私のものです。イエスの皆によって宣言してお願いします。アメン。今主を求めて、主体求めます。賛美しながらこの杯
酒をですね、乾杯したいと思います。イエス愛します。一緒に賛美しましょう。その宮で思いに膨るそのために、主の臨在を覚えて、イエス様を愛して賛美していきましょう。最後共に立ち上がって賛美していきましょう。心から愛の賛美をしていきましょう。イエス愛します。人々が救われるための集会、そのこと何もできないじゃないですか。でも
様、できることを教えてください。私たちにできること必ずある。そしてこの期間が決して私たちにとって悪い期間なのではなくて、さらにさらに主に近づいていくことができるチャンスであることを信じます。本当にね、てっぺい先生がメッセージで語られた、すごいですよね、初代教会の時代。この2回の疫病だとか、その飢饉を通して本当にクリスチャンが輝いたってすごいじゃないですか。クリスチャンは疫病を恐れなかったって。クリスチャンは病気の人のところに行ってその人を助けたって、福音を伝えた、そのことがローマ国教会につながったって、すごいですよね。本当に今この時、主よ、私は何をすべきでしょうか、教えてください。でもこれはね、自分の力では決してできないと思うんですよ。がむしゃらにやることが神様の御心ではないと思います。今イエス様、あなたにとどまります。聖霊様、どうぞ今日触れてください。このように集まれているのは本当に感謝だと思います。私たちは教会で聖霊の力を受けます。使徒の働きを見てください。集まって祈るときに聖霊が下ったんです。威厳が与えられたんです。でネットで礼拝してる方も心配しないでください。ネットをつけて礼拝してるならば、皆様教会にいます。そこがベテルなんです。私たちが心を注いでその宮に心を向けているならば、神の宮に心を向け、神様ご自身に心を向けているならば、そのところどころが神の宮なんです。決して教会はないがらしろにすることではなくてね、教会をますます愛し、自分も教会の一員、キリストの体なんだということを忘れないでいたいと思うんですね。でこの時私たちは触れることができないんですけれども、ぜひ今日ここで聖霊を受け取りたいと思います。神様にとどまる油注ぎ、祈りと御言葉に専念する油注ぎ、御言葉を行っていく、そして御言葉を伝えていく油注ぎを今日皆さんで受け取りましょう。今皆さんでそれぞれ自由な形にしてもらって、こうひざまずける方はひざまずいて聖霊を受け取りたいと思います。本当に両手を高く上げる方は手を高く上げて、また本当に天に目を上げる方は目を上げて、主を求めていきたいと思うんです。自由に主を求めていきましょう。なかなか家ではね、大きな声出せない方も多いと思います。ここに来た時チャンスです。大きな声で主を叫び求めていきたいと思います。私を聖霊で満たしてください。今日イエス様にとどまる油注ぎ、力、御言葉、祈りの生活をする油注ぎを、主を上からか油注ぎを、神様あなたと一つされます、油注ぎを与えてください。そして今私たちに与えられたこの時代を勇敢に神の子供として勝利していくことができるように、それは自分の力ではなくて主の油注ぎによって、主の助けによって、主の力によって受け取っていきたいと思います。皆さんで今受け取っていきましょう。今自由に乗っていきましょう。大手手に高く上げる方、手に高く上げて祈っていきましょう。主よ、どうぞあなたの油注ぎに今日満たしてください。今日力を受け取ります。主よと叫んで祈っていきましょう。せーの、何によって、聖霊の力、権力によらず、能力によらず、主の霊
ましょう。聖霊様を受け取っていきましょう。シャラララッセ、
ルサレムから離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。あなたの御霊で私の状況を満たしてください。私にとどまりなさい。あなたが私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。今日あなたの愛に、また信仰に、神の御言葉にとどまるものとさせてください。ステイホームしかできないのではなく、その中でこの時期、主の家にとどまること、主の教会にとどまること、主の臨在にとどまること、主の御言葉にとどまること、祈りながら、礼拝しながら、御言葉の生活を送りながら、聖霊に満たされる、そのような主とさせてください。それこそ聖霊ライフ、本当の命が私たちに与えることを感謝します。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制であることを感謝します。そのような豊かな実で私たちが今日満たされることを感謝します。祝福します。御子イエス様の恵み、父なる神様の愛、聖霊なる神様の親しき交わりが、ここに集まった晴れやファミリー一人一人の上に、また今インターネットで見ている兄弟姉妹の上に、家族の上に、職場や学校の上に、私たちが使わされていく地域の上に、いつまでも永遠にありますように。アメン。息のあるものは皆主を褒めたたえよ。ハレルヤ。